そしてお兄さんの周平選手は元 NJKF のバンタム級チャンピオン、ね、ちょっとここ自分は自分の道へとクラッシュに進んでまいりました。久村青いグローブです。久保健二選手が、はい、すごくこう期待してる一人っていうことを言ってたので、はい、これがダウンとダウンとなりました。大川はまず食らいましたが食らわせた久村。いや中村さんスピードありますね、はい、そうですね。左、はい、右ストレートの返しの左フックですかね今の、うん、さらにロー、右アイガンメスピードに破壊力十分、とにかくインパクトが欲しいという久村。いや攻撃のチラシだったりバリエーション含めても含まれていいですね、うん、おーふらついたところに左のフック、うん、最後は打ち下ろし、弧を描くようなそのフックで最後は倒し切りました久村雅史。いやこれはビッグインパクトフラッシュで初戦で見せつけました。久村選手前回僕ね大川セコンドついて、はい、久村選手の試合をいっぱい見たんですよ。大阪時代の、ね、ビデオ 何試合も見ていっぱい対策を立てて勝てるところまで対策を立てたんですけど、やっぱこのチーム経験、いやそれでも対策を立ててもということなんでしょうか。そうですね、チームキングスに移籍してからね化けてます。さらに強くなっている、ここまでパンチが強くなかったんですよ大阪時代に。相手を嫌がらせてという攻撃椿原、そして相手の得意な攻撃同じ手法で上を行きたいという椿原、対して久村はミドルキック、右に飛び込んできたところカウンター、右と右、ここも久村がダウンを奪った。一発の強さで久村椿原だった。時間がない、ここで終了のゴング。大岩にしても中村さん、うん、本当にいやいや技術だけじゃねえぜっていう発言も含め、はい、なかなか重い部分持ってますよね、はい、その心の中に。大岩選手もねすごくこうなんか細かくね、はい、結構ねこうキャラクターとかやっぱあるところで、おお左、これはどうだ、いやダウンじゃないですか、これは足元大丈夫か、おー左足ふにゃりと曲がった、立てないか、立てない、ダメか、ダメだ、なんとこの突撃、このポーズ彼も久村雅史です。これですね、これは狙ってたんで、ああ倒れた施設の足首ですかね。ただこの左フックのカウンターはもう狙い通りでドンピシャだったと思いますよ。そうですね、そうですね、うん、中村さんどう見てるでしょうか、はい、そうですね、このラウンドは久村選手うまくこうね、リズムをね、うん、乗らずにというか自分のペースで戦ってますけど、はい、うん、右のミドル結構腕で受けてるんでね、 あれ後半あんまりトーナメントじゃないですか、しかもそうですね、はい、それ考えた時にどうなのかなっていうのはちょっとペースで取った。もう最初から全然パンチに反応できてないんで、もうここ詰めた方がいいですよ。さあ、この1回戦は1ラウンド中2度ダウンをすると KO です。ストレート、さあ決めるか、残り20秒。最高のラウンドでしたけど、まあ、とにかくペッパーガンがパンチに反応できる前に仕留めましたよね、これが良かったですよね、はい、久松さんどう見てましたか。いやなんかもうこのトーナメントでどれくらい久村選手が成長するのかが楽しみです。前蹴り、あ効いてますね、腹もお腹が真っ赤ですね、うん、リードのジャブ2つ顔面に集めてから膝だ、前蹴り中に入れさせません、前蹴りですよ、ちょっとローブロー気味、いや落ち着いてます、20歳です久村雅史、膝
関根さん、膝につなげようって感じありますか。2段の膝、断面取られた。スタンディングダウンを取ります。今の、膝の前の前蹴りが嫌がりましたよね。そうでしたね、三日月蹴りっぽい前蹴りが。アコーナー、スタンディングダウン取っています。ここもパンチの効果。竹原さんに見える距離感ってどうなんですか。いやもう、なんですか、久村選手がうまく、はい、自分の距離で戦っていると思いますよね。郡司選手の距離に、はいはい、あその後右のパンチもあった。その距離、竹原さん、ここもでもギリギリのところから詰めてきましたね。そうですよね、郡司選手の距離取り方うまいんですけど、まあ、いつの間にか久村選手の距離になってますよね。なんとも正確無比。いや聞いてないとと首振りました。しかしミドルキックをもらって汗がパーンと飛び散ります。左顔面にフック、あ左ボディレバーブローです。ストレートを入れた。効いた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 。さあフィニッシュ、ファーストフラッシュ、いずれだけストレートを送れば入った。ラウサコンでも下がらない。効いた。さあ沈むのは近いところだ。これ倒れた。完全に効きました。足がしびれています。まだ残る時間はたっぷりある第2ラウンド。関根さん、いやパンチ切れますね。切れますね、はい、さあ仕留めにかかるか。このスピード、ストレートを右入れた。左2つ3つ4つ、うわー、つぐめ打ち。左ミドルキック、たまず出てくる。ガードしてますが、その間から1つ入れば倒れるぞ。これもスウェーバックストレート、左レッツから右のストレート決めた。KO、鮮やか。ファーストフラッシュ、久村雅史です。久村待ってましたよね、隙間でね、まあ、きっちり雅史さん倒しきりました。倒しきりましたね、しっかりと。ワンツー早かったですね。1分56秒、2ラウンド1分56秒のノックアウトです。絶対的な優勝して、はい、自分の強さを誇示したいという気持ちもあると思いますよ。腹効いてますね。あ、そうですね、ちょっと背中丸まってきています。伊豆原一家、これ左だ、ダブルできた。ボディから今度顔面フックです。ローキックワンツーストレート、三日月でしたね、今右の蹴り。武井選手、こう逃がさないですね。またこれ、三日月蹴り、凡絶。足が内臓に食い込んで終わった。まさにその通り、まだまだ飛んでるんじゃねえぜ。そんな表情に見えます。久村雅史、武井選手どうですか、エンパクト。いやー、こんな戦い方すると思ってなかったね。まあ格の違い見せつけましたね、はい、パワーもつきましたね、これ。あ、そうですか、はい、ちょっと平子さん、危機迫るものがありましたね。2つ抜きに出てましたね。1つどころじゃなかったです。これも完全に呼吸できない状態になってます。これ武井選手、警戒すべきは佐々木の方としては何でしょう。そうですね、やっぱり三日月とか、うん、さっきも右のストレートにつなげた。強い、立てるか、いや効いています。足に来ている。立てるか佐々木、これはダメージあるよ。立ち上がるがダメージがある。久村パワーね。さあ久村狙っています。左を思い切っていったの佐々木。佐々木ももうね、行きましたね、行かないとダメですよね。それしかない。守ってたら倒されますからね。でもジャブいいですね、左ストレート。佐々木ももう玉砕覚悟ですよ、まさに。左振った、伸びた。いや、ノーダウンか。最後左振った。いや、効いていた。雨が飛んでいたかもしれない。いや、強烈、圧倒的なパワー。最後倒れる際に左フック入れてましたね。入れてましたね。あー、久村強いね。平子さん、どう見ましたか。いや、もうパンチでもキックでも腹効かせて倒せるんですね。そうですね、もちろんそれ以上ね、もうさまざまな技もまだまだ持ってますしね。さあこの瞬間、久村雅史と金子の決勝戦が決定しました。そしてまだダメージがあります、佐々木純喜です。